ただね、やっぱりこういうアジア最終予選、あるいはワールドカップの本戦、ワールドカップ本戦でのその予選リーグ、やっぱり初戦、一番大切なんですよ。初戦で勝つか負けるか、引き分けるか、ガラリと変わるんです。ガラリと変わる。はい、皆さん、おはよう。アメリカ会です。今日は2月2日なんですけどね、昨日2月1日、いろんなことがありました。中国非難決議、中国と名前出さないで、非難決議、人権侵害の非難決議案、衆議院通過したりとか、あるいは佐渡島の金山の、その、世界文化遺産への推薦書提出したとか、まあ、いろいろ、まあ、ありましたけども、まず、その2つは、後ほど、暇があれば私出したいと思います、動画。今日はですね、サッカーです。昨日サッカーワールドカップ、まあカタール大会ですね。カタール大会のアジア最終予選行われました。埼玉スタジアムで日本はサウジアラビアと戦いました。でですね、2対0で勝ちました。試合はですね、全部見てません。で、ダイジェスト版だけ、まあ2、3ちょこ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 見たんですけどもね。まあとにかく、まあ、伊藤選手、伊藤純也選手がものすごい、ものすごい、まあ、ラッキーボーイっていう言い方は、まあ、失礼かもしれませんけど、まあ、ものすごい活躍でしたね。まあね、今回のワールドカップでも、まあ、彼のスピードはやっぱ群抜いてますよね。素晴らしい選手です。ここね、今シーズン終わったら、来季ね、まあ、強豪国に行って、まあ、イングランドとは言いませんけども、まあ、イタリアとか、まあ、ああいうふうな強豪国に行って、どれだけ通用するか、ちょっとやってみてもらいたいですよね。と、まあ、そういうことでですね、まあ、勝ちました。で、対戦表ですけども、まだ1位サウジアラビアなんですね。勝ち点が19ですか。で、日本が次、勝ち点18。でですね、先ほど、オーストラリア対オマーン戦が終わりました。なんと、引き分けですよ。オーストラリア、勝ちきれませんでしたね。それでまあ、勝ち点1積んで、まあ、オーストラリア勝ち点15です。日本とオーストラリアの勝ち点の差が3つなんですよね。3なんですよね。1つ勝つと3。引き分けなら1、プラスされるんでね。でですね、あと2試合残ってます。あと2試合。日本は、この2試合。ですね、次はですね、3月ですね。3月の、24日。アウェーで、このオーストラリアと戦います。あ、もう直接対決ですね。まあ、前回日本でやった時は日本勝ちましたけどね。まあ、オーストラリアの阿部、8年前ですか ?8 年前だと思うんですけどもね。この、予選のアウェーでまたオーストラリアと戦ったんですよね。あの時も結構あれですよね。熾烈でしたね。あの時も結構熾烈な。確かイエローカードが8枚かそれぐらい出た、まあ、熾烈な戦いを行ったんですけどもね。と、まあ、そういうことで。また、今回、アウェーでのオーストラリア戦。まあ、もう、痺れる試合になるでしょうね。もう、オーストラリアも崖っぷちですからね。で、このオーストラリア戦に勝てば、本戦出場決定です。まあ、2位以内に入るということで。まあ、本戦出場決定です。これを、引き分けたら、まあ、次戦持ち越しですね。引き分けたら次戦持ち越しです。問題は負けた時です。負けると、勝ち点差3つなんで、並びます。でですね、得失点差がですね、日本はですね、得失点差6に対して、オーストラリア9なんですよね。プラス日本が6に、プラス6、日本が。で、オーストラリアプラス9なんですよね。だから多いんで、これあれですよ、勝ち点並んだら結構日本やばくなります。やばくなってきます。3位になっちゃいますね。なんでやばいかというと、1位、2位までは、無条件で、本戦出場決定です。で、3位はですね、日本は、グループ B に属してますけども、このアジアのグループ A のチームと、A の3位と戦うことになります。この B の、グループ B の3位と、グループ A の3位が戦って、アジア間でのプレイオフ。まあ、ここは勝つとしても、次今度、大陸間のプレイオフにもあるんですよ、勝ったら。南米ですよ。南米。確か南米5位かな?南米5位のチームと、戦うことになります。まあ、どこでできます?どこでできても強敵ですよ、南米は。まあ、ホームアンドウェイですけども。だから、こうなると負ける可能性が極めて高いです。結構高い確率で多分負けます。なんで、ね、できれば、プレイオフに回らないで2位以内を確定したいんですよね。
だから次のオーストラリア戦は、オーストラリアも必死だけども、日本はそれ以上に必死に戦わなければダメだということです。オーストラリアに負けたら実質多分3位に、その終わって、で、プレイオフで、アジアでのプレイオフで、まあ、戦ったとしても、今度大陸間でのその、南米5位との決戦が待ってますからね。だから日本、とりあえず、3位になったら非常にやばいです。非常にやばい。という認識を持って、オーストラリア戦戦っていかなければいけませんね。で、まあ、日本の場合は最終戦は、ベトナムです。ベトナムなんですけどね。だから、ベトナムで、まあ、埼玉で行われる試合なんで、まあ、勝つ、まあ、負けることはほぼほぼないです。でですね、オーストラリアはですね、この日本の後は、なんと、最終戦ですね、最終戦。オーストラリアは最終戦で、サウジアラビアですよ。だから残り2試合、オーストラリアっていうのは、残り2試合は、日本とサウジアラビア、2位と1位のチームと戦うことになります。まあ、オーストラリア人も痺れますね、これ。日本以上に痺れますね。だから、オーストラリアは、連勝しないとちょっと難しいですね。連勝しないと難しい。日本はまあ、おそらく、まあ、ベトナムに勝つでしょう。ただ、オーストラリアはもう、2連勝ですね。2連勝。どっか一つ引き分けたらもう終わりです。どっか一つ引き分けたらもう多分終わりでしょうね。終わりというか、3位になって、先ほど言った、まあ、最終的には南米の5位のチームと戦う羽目になります。オーストラリアもこれ避けたいでしょう。だからね、結構グループ B 熾烈極まりなくなってきましたね。なかなか面白い痺れる展開になりました、ただね、やっぱりこういうアジア最終予選、あるいはワールドカップの本戦、ワールドカップ本戦でのその予選リーグ、やっぱり初戦一番大切なんですよ。初戦で勝つか負けるか引き分けるか、ガラリと変わります。ガラリと変わる。今回このワールドカップのこのアジア最終予選、日本最初負けたじゃないですか、オマーンに。これからもガラリと変わりましたね。なんでね、これ、やっぱり、まあ、初戦っていうのはどのグループリーグでも、まあ、重要なんだなというふうなことも嫌ということを思い知らされた今回の大会ですよね。まだ終わってないですけどね。まあね、非常に私、今回いいと思います。まあ、確かサウジアラビアも、今回は日本と戦った昨日の試合は、司令塔とあとフォワード、いなかったんですよね。いなかった。で、途中で確かミッドフィルダー負傷しましたよね。重要なミッドフィルダー。あれも負傷して、もう、サウジアラビアの方は万事休すでしたね。まあ、日本もね、それから吉田選手、富谷選手いなかったし、まあでもね、カーリン選手頑張ってくれたんでね、まあ、年々層が厚くなってるという風な感じ持ちたいですよね。いやー、でもサウジアラビアで負けた時はどうなるかなと思いましたけどね。いや、ここまで頑張ってくれました。まあ森保監督の采配、まあいろいろまあね言われますけどもね、まあとりあえずあと2戦、負けたらクビですから、次のオーストラリア戦負けたらクビになるかどうかちょっとわかりませんけどもね。でもアウェーで少なくとも引き分け以上だったら、ほぼほぼ日本2位確定です。ほぼほぼ2位確定と言っていいでしょう。あともう一試合、頑張ってください。試合はですね、オーストラリア戦3月24日だったかな。3月24日だと思います。そうですね。3月24日です。オーストラリアアウェー。で、今度、その最終戦が3月29日、埼玉スタジアムでベトナム戦が行われます。まあ、とりあえず頑張ってください。もうこっからはもう、ガンガン応援していきたいと思います。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマネナ。